この惑星では最近人々が集まりにくい。一人でやってても楽しくないんだよね。練習やるの屋上。やっと集まれたね。じゃあ行くぞ。やっぱり音が合わさるっていいな。ただこの惑星には一人では決してできないこともある。力入りすぎてたぞボス。この惑星には中止か。一人では決してできないことがある。いつ練習再開できるんですか。誰にもわからないですよ。今は個人練習頑張るしかないだろう。あ、すいません。1、2、3、4、1、2、3、4。一人でやってても楽しくないんだよね。練習やるの屋上。やっと集まれたね。ご無沙汰してます。じゃあ、行くぞ。やっぱり音が合わさるっていいな。ただ、この惑星のシンバルは派手にやらないと目立てない。目立ちすぎ。染めません。ボス。よろしくお願いします。お願いいたします。こちらになります。合うだろうか。やったこともないし。先生がいる。1、2、3、これです。はい、ありがとうございます。完璧。もう完璧ですね。完璧。おはようございます。おはようございます。おはようございます。私も弾いたことない。チェロやったことない。チェロか。花さんはチェロです。もう目つぶってんすよ。いや見ると分かんなくなっちゃう。普通に隣の人と話してるときは分かりました。今大丈夫ですか。こんな感じ。はい、カット。持ち方も分かんないですね。そうそう、その辺もレクチャーしていただく方がいらっしゃると思うんで。重いですか。まあ、重い。でも、どんな音がするのか全く想像つかない。まだ時間書きとか吹かれたことありますか。ラッパー。あ、もう同じです。あ、なるほど。大きいラッパーだと思ってたら、上と下の唇を少し離すと空気が逃げるので、はい、それを活用して、ドは低いってことですか。上のドです。あ、上のド。じゃあドリミアソラシドの上のドです。多分そこはさらに。そうそうそう、それでドリミアソラシド。あー、なるほど。素晴らしい。素晴らしい。もう。はい。はい、これがと件になります。さあ、ごめんなさい、ちょっとだけ中に。1、2、3、ランタタン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 。よし、じゃあ行くぞ。どうしよう。あ、これ俺のテンポでいいのかな。そうですね、はい。じゃあ行くぞ。ここから始めて3、4で大丈夫。はい。かっこいいですね。素晴らしいです。あ、いいですね。素晴らしい。さすが。素晴らしい。これやりたくないね。あ、いいですね。そう、こういう感じですね。はい。今は個人練習頑張るしかないな。みんな一緒じゃない。
じゃやる気出ないっすよ。まあそう言うな。目立ちすぎ。はい、カット。はい。一人で練習するのもう限界かも。カット。はい、カット。はい、カット。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、用意、1、2、3、4、1、2、3、OK、これ以上ね、町のお祭りの練習になっちゃうからさ、一応ね、公共曲だからね、1、2、3、4、おはようございます。感動的。長くいければ弾くが長い長く、はい、あ、弓のスピードは速くて、そうです、で、右手なんですけど、右手はここのこっちのスライドを3本の指で、はい、2本当てて、で、あってもう知ってる人を見つけたってことですね。そうですね。もうだから、ね、ここでもう、はい、屋上やっと会えたね。元気だった。お久しぶりでございます。よろしくお願いします。はい、カット。疲れてた。よろしくお願いします。屋上、おはようございます。お久しぶりです。はあ、ヒゲも蓄われて、わりっぱだ。使わないです。はい、すみません。笑い取った。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。最高でございました。よっしゃ、楽しみ。よいしょ、あ、じゃあ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。指揮者という、役回りは初めてですので、まあ、全く音楽的なことはわからないですけど、指揮棒で指揮者がこう動くと同時にその音楽が鳴るっていうのはおそらく気持ちいいんだろうなって、いつもその指揮者の人は本当魔術師みたいだなと思ってましたから、まあ、そういう意味では今回はいい経験になりました。チェロを演奏させてもらったんですけど、初めての経験だったのですごく緊張しましたし、なんか実際に皆さんと一緒に演奏するシーンはプロの方々が演奏されているのをバックに自分も一緒に弾いていたので、なんかすごくこう気分が高揚していく感覚があって、音楽の力ってすごいなっていう風に感じてました。初めてチューバーっていう、まあ、楽器に触れて吹く描写があるんですけど、実際先生に教えていただいて音はなんとなくは出るようにはなってるんですけど、難しかったですね。なんかすごい貴重な体験でしたね。チューバーしかもでかかったんで、いやこれね、肺活量とかすごいんだろうなって思いながら吹いてました。やっぱりピアノっていうのはこうね、自在に弾けるようになると楽しいんだろうなと思いますよね。ピアノを弾く役があって、随分練習したりもしましたけど、これくらい弾けるといいなと思いますよね。弓みたいなやつで演奏するっていう経験が初めてだったので、本当に素人なのでひどい音だったと思うんですけど、音が出た時はすごく感動して、もっと弾けるようになったらすごく楽しいんだろうなって思いましたね。人生の中でもしもね、なんかある一つの楽器をパーフェクトにプロ並みに弾けることができるっていうんだったら、僕はピアノが弾きたいですね。楽譜も何も読めないんですけど、中学3年生の時にやらせてもらったドラマで乙女の祈りっていう曲を弾かなくちゃいけなくて、1ヶ月半で、まあ、大体1曲覚えなきゃいけなくて、それがすごい
人生で絶対忘れられない貴重な経験でしたし、やっぱ練習大変でしたね。よく動画でも、僕アニメとか好きなんで、そのアニソンとかをピアノで弾く方とかいらっしゃってて、それをずっと見ながら、いいな、こんだけ自分の好きな曲を自由に弾けるようになったんだとしたら、どんだけ気持ちいいんだろうなって思いながらずっと見てたので、だから僕はピアノを弾けるようになりたいですね。まあそのプロ並みに。今年は本当に去年中断した作品とか中止になって延期になった作品を今年まあ紹介しているところですけども、まあ、僕たちの仕事は本当に一人じゃできない仕事なんですけど、1年半経ってみんなでまた集まって作り始めた時にはつくづく本当に一人じゃできなくて、みんながこうやって元気にまた集まれたことで仕事ができてるっていうのは本当実感しましたね。撮影する時とかはいつも感じますね。今回もチェロの演奏初めてだったので、先生に教えていただきながら演奏できる人のような動きを細かく教えていただいて出来上がっているのかなって思うので、撮影するたびにいつも感じますね。今年は僕はすごく素敵な年だったなっていうのは思ってて、僕の中で1年の中で大きかったのが、まあ、ドラマ群像劇みたいなやつ、まあ、同世代の、 93年生まれの方たちと一緒に共演することができて、そんな大人数で僕も共演を今までしたことがなかったので、すごい僕にとっては貴重な経験ですし、同世代の方たちがこういうふうに仕事に向き合って、こういうふうに芝居となんか向き合って生きてきてるんだなっていうことを目の当たりにしたので、自分もすごくかなり人生で大きい刺激を受けた作品に今年は出会えることができたので、幸せな年だったなっていうのがありますね。仕事絡みで練習をずっと続けてきたのは陶芸なんですよね。陶芸は土をこねるところから形作ったりなんかするところを随分練習しましたけど、ちょっと面白いんですよね。ちょっとハマりそうな雰囲気があります。運動が苦手なんですけど、結構自粛期間だったり、あとは仕事で夜遅くに帰ってくることも多いので、外にこうウォーキングとかランニングしに行くっていうのがちょっと怖いなみたいに思ってしまうこともあって、ウォーキングマシンを買ったんですよね。で買ってから結構ちゃんと毎日ウォーキングしてるのが自分の中では重大なニュースだったかなと思います。僕ゲーム好きなんですけど、今年デュアルスクリーンにしたんですよ。まあパソコン1台に対してモニターを2台、めっちゃ便利ですね。すごい衝撃受けました。例えばなんか裏でじゃあ音楽流しながら、まあ、ゲームも楽しむかっていう時にオルトタブを押してこう別のねところに行って、例えばじゃあ曲再生して、はい、また同じボタンを押して戻んなきゃいけないとかっていうのは結構あったんですけど、デュアルなんで左にゲームやって右にその音楽流すで同時に流れる、めっちゃ便利ですね。でしかも分かんない時にはゲームの画面を維持しつつ右の画面で調べられるんですよね。あれ次のクエストってどこの場所かなとか、あれこれどうやって攻略すればいいのかなっていうのを実際右で見ながらリアルタイムで左でできるっていう快適さは衝撃でしたね。それ僕今年一番のデュアルっていいなって思いましたね。練習用に こんな土の塊を自宅に持ってきてろくろで練習してたんですけど、あと塊は2袋残ってるんですよ。で練習用でそれでもう作ったものは焼いてもらったりしてるんですけど、あと2袋作れる土があるので、それはなんか今年中になんか器を完成させたいなと思ってます。やっぱり大掃除ですかね。今年は例年以上に力を入れて隅々まで掃除したいなって思ってます。ベランダの窓とかやりたいですね。ちゃんとやり残したことはほぼないですけど、まだ部屋は汚いはずなんですよ。年末なんでね、大掃除でしょうね。
まあ、新年を迎えるにあたって、まあ、ちょっと綺麗にして迎えたいっていう思いがあって、片付け下手くそなんですよね。だから片付けですね。多分陶芸の道具があるので先生のとこに行ってちょっと習いたいなと思いますね。本格的に撮影終わっちゃうともうふっと抜けるかもしれないけど、でも今のところこれはいい趣味だなと思ってます。自然に触れながらのんびりしたいなと思います。結構今年は自分の中では慌ただしい1年だったなって思うので、少しこう気を抜いてのんびりできる時間を作りたいなと思いますね。ちょっとこう遠くに行って落ち着きたいなって思います。実はもう来年僕もう29なんですよね。心はまだ全然高校生だと思ってるんで、来年29、まあ、30の1個前になるとは思ってないで過ごしてるんで、29らしい落ち着き具合習得していきたいですね。どっかでなんか自覚すんのかな。それがでも楽しみですけどね、30、20代最高だよっていうのが。どうぞ皆さん、健康に気をつけて、なんとかこのコロナ禍を一緒に乗り切っていきましょう。皆さんの健康を祈っています。 CM 楽しんでください。ありがとうございました。シンプルに今回はすごくみんなで力を合わせて一緒にこうそばに誰かがいるっていう喜びを感じられる CM になっていると思うので、その温かさを感じ取っていただけたら嬉しいなって思います。年末皆さんお忙しい中、そしてまあ、ね、もっともっと肌寒くなっていってると思いますけども、どこかこうなんか心が温まるようなホッとするようななんか CM になれたらいいなと思っております。皆様体調に気をつけて良い年末を、そして良い新年をお迎えください。神木でした。